ただそこの中央でやっぱりこう森岡中心にね、ここさあここも裏抜けてきて、ワンサイドない、ペドロジュニアのシュート、流し込んだ、同点に追いつきました神戸。これが出ると変わってくるんですよ、ね、ということなんですね。ようやく得意な形から神戸は同点ゴール。後半7分、今も足元に入ってくるという想定で、仙台のディフェンスのね、あの体重は前にかかった瞬間、やっぱりペドロ・ジュニアは背後を狙ってるわけですよね、はい、ここですけどね、まあ、そのままやっぱりクロスに流れながらもね、相手も背後から出てきて